プラメン・コンスタンティノフは、ブルガリアの男子バレーボール選手、指導者、ソフィア出身。ポジションは、ウィングスパイカー。元ブルガリア代表。1986年、ブルガリアリーグのレフスキ・ソフィアへ入団。スラビア・ソフィアでのプレーを経て、イタリア、ギリシャ、トルコのクラブへ移籍。1999年から5年間は、ギリシャリーグの5つのクラブでプレーし、イラクリス、 オリンピアコス、パナシナイコスでリーグ優勝を経験した。2004年からフランス、イタリア、ポーランド、ロシアのクラブを渡り歩き、2007年にイラクリスへ復帰すると、翌年ギリシャリーグで通算5度目の優勝を飾った。ギリシャリーグでは年間最優秀選手に2度選ばれている。ブルガリア代表に選出されて以来、ナショナルチームの中心選手として活躍し、 23歳の時に1996年アトランタオリンピックに出場。世界選手権には3度出場し、2006年世界選手権ではキャプテンとしてチームを経営し、20年ぶりの銅メダル獲得に貢献した。翌2007年ワールドカップでも銅メダルを獲得し、自身にとって2度目となる2008年北京オリンピックに出場した。 2014年7月8日、ブルガリア代表監督に就任した。ありがとうございます。